今日はね、1台とっておきの車作りました。何？98万円のイエローのスイフトありましたよね。おうおうおう、スペシャルプライスのオープンで売れちゃったという、はい、まだあれを YouTube ご覧になったお客様からお問い合わせ来るんです。まだ未だに。あ、そうなんだ。次いつ入るの、いつ入るのっていう風に全国からねご連絡いただいてて、あのぐらいの車をもう一回僕作ろうかなと。お、ただ前回の198万円に関してはもう車自体がね非常に安かったので、あそこまでとはいかないですけど、かなりいい車を1台作ったので、おお、ぜひご紹介したいと思います。はい、できたてほやほや。できたて。ついさっき僕がこれ全部エアロつけた。エアロ新品つけたんですね。じゃあ細かくちょっと見ていきましょう。生まれたてほやほや。この車両自体は新車？中古車？いや、新車ではないんだけど、うん、中古車なんだけど非常にコンディションいいです。おお。っていうとこれ年式は？30年式。走行距離は？2万7000キロ。おお。まあ中古車なんだけど極上レベル。で、この車はカメラもついてるんですね。そう、僕ね、ちょっと今回こだわって、スイフトスポーツってベースグレードとセーフティーパッケージっていう、ここにセンサーが ね、あるやつ、ここにセンサーがあるやつで、ここにカメラがついてる、はい、これがセーフティーパッケージ。もう一つね、全方位カメラ装着車っていうのがあって、全部付きっていうのを狙ったんです。ここにカメラがある、ダッシュタンクそうね。セーフティーセンスと全方位カメラ両方が付いてるスイフトスポーツのイエロー極上車、これを1台仕入れまして、エアロをつけて、昨日の夜一人でサスペンション変えました。サスペンションも変わってるんだ。ブリッツ車庫長。おお。でもちろんこれはマニュアル車。もちろん。おお、熱い。じゃあでも外装とかって中古だとやっぱ気になるところもいろいろあるじゃないですか。はい、内装も含めて、はい、いろいろ見ていきたいんですけど、はい、まずフロントの部分から特に気になるところっていうのは、ほとんどというかない傷が。そう、2万も走ってて、うん、2万も走ってて傷ほとんど見当たらない。一生懸命見たんだけど、うん、ない。飛び石すらあんまりないという。素晴らしい車ですね。確かにめちゃめちゃ綺麗で、ボンネットも一生懸命見ても見当たらない。めっちゃ綺麗だね。フロントガラスに 0.5 ミリぐらいのここになんか飛び石があるかな。ちょっとこうカリッと削れちゃったのかなぐらいな。ちょっとこれが水ですね、うん、中古車で結構傷が多いなっていう部分ってどこだったりするんですか。やっぱりね、ドア開けるこのエッジ、もう全然ない。確かに綺麗。こういうところのこの引っ掛け傷みたいのもすごく全然なくて綺麗だもん。よく2万キロ以上走ってこれ保てんの。すごいなって思う。すごい綺麗だな。ホイールもガリ傷一つないんだよね。もう4本とも全てガリ傷がないと。はいはい、こっち側も。うん、綺麗。最後のホイールも綺麗ですね。素晴らしい。外装に関しては満点ぐらいじゃないかなって。めっちゃ極上車ですね。あの綺麗なんだけど、板金歴があったりする車もどうしてもね、うん、例えば傷つけちゃったって板金塗装してある車なんかもやっぱりあるんですけど、別にそれはね悪いわけじゃないんだけど、うん、オリジナルの塗装ってそっちの方がいいって好まれるお客さんもいるんですけど、どこも板金塗装歴がない。新車の時の塗装のまんま。ほうほうほう。ノブレッセのエアロがアイラインもこれ大人気のやつがついて、フロントリップもバージョン1の方ですね。今回はちょっとすっきりめで、うん、ついてて、サイドの方もサイドステップついてて、リアの方もついてますね。このリアかっこいいわ。でマフラーはこれは今まだ純正のままです。純正です。ホイールも今は純正と。そう、今回は
ホイールも純正にして価格を抑えて、まあでもスイフトスポーツで結構かっこいいもんね。そう、元からね、だいぶスポーティーでかっこいい感じになっておりますけど、お客さんの好みに合わせて後でつけるということも可能です。そうですよね。じゃあ次、はい、内装の方はどうでしょうか。綺麗なんじゃないの。お、綺麗でしょう、うん、ただね、あのよく見るとここのね、あ、シートがちょっとやれがね、なんか外装に比べるとシートはちょっとやれてるかな、やれてるかなって、うん、確かにこの部分は使用感が出てます。ただ全体的には綺麗ですね、うん、なんかついてる、あ、これあ、これね、アルパインのツイーターがいいですね、うん。あとはなんか変わってるとこってあるんですか。あとはね、デカナビ、ナビがついてる。そう、パナソニック、さっき説明した全方位カメラ。うん、今はもう結構これが一般的になっちゃってるよね、うん、これがあるとすごく安心できる、ね、そう、真上から見やすいから障害物を、うん、別に傷があるとかそういうのは本当にないな、うん、天井の部分もすごく綺麗ですね。です中古車特有の香りみたいのもない。後ろは、シーローはほぼ使ってないのかなっていうぐらいに綺麗だな、うん、ほとんど乗車されてないんじゃないでしょうか。これはちょっとね、フロアマットがないなって思う。あ、うん、ない。でも僕はこだわって新品を純正の新品を、赤黒が多いスイフトってね、確かに、けどあえて黒を選んで、黒も初めて見た。そう黒ね、赤黒ってやっぱりおしゃれなんだけど汚れがね、そう目立っちゃうんだよね、うん、だからあえて僕は今回黒をね、新品をいいね、この車につけちゃおうかな。なるほどなるほど、めっちゃいいじゃん。そう、ちゃんとそのカバーもあるか、うん、ついてます、はい、でラゲッジスペースのね、こう結構スペースも広いし、うん、荷物しっかり乗るんですよね。やれもないしね。そうですね、うん、なるほど、ほんと綺麗だな、めっちゃいい状態じゃん。いいでしょうこれまだまだスイフトスポーツって6速ミッション高いんで、実際ね、こんだけエアロ、車高調、やっぱりね、つけちゃうとどうしてもトータル金額は意外にね、高くはなっちゃうんだけど、そこをね、どこまで頑張れるか。今回も頑張ってくれますか。はい。おお。あとやっぱこういう動画だからこそ伝えられる細かいところ、ここ伝えときたいなみたいなところはありますかね、はい、全体的には綺麗なんだけど、やっぱりこの樹脂、はいはいはい、ちょっとだけこう、あ、本当だ、ステッカーの後ろの部分が少し日に焼けちゃってるのかな、うん、ね、すごく綺麗になるんだよね、ワコーズさんのハードコートっていうものを塗ると、うん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 、じゃあもうこの辺はもう綺麗になりますよってことですね。細かく、そうだね、あの一生懸命見てくださる方に説明したいなと思っていろいろ探してるんですけど、うん、なかなかね、悪いところが見当たらない逆に困っちゃうぐらいの車。困っちゃう、まあ、あのさっき説明したシートのね、うん、やれがちょっとあれかなっていうのと、うん、あとエアロついてますけど、ウィングの部分ついてないじゃないですか。そう、今回は、まあ、あえてつけずに、うんうん、ただつけられたいってお客さんいらっしゃら一緒につけてお渡しってことも可能です。なるほどね、はい、後からオプションでつけることもできると。もちろん僕ら結構スイフトはね、カスタムチューニング得意なので、はいはい、まあ、コンピュータチューン、おう、このスイフト十分ノーマルでも速いんですけど、はい、またもっと面白く走れるそういうコンピュータチューニング、うん、そういうのもできますし、まあ、あとは、まあ、先ほど言ったようなホイールチェンジだとかすごく得意とします。はい、なのでぜひね、お客さんがこういうのつけたいな、こういう風にしたいなっていうのがあればどんどん連絡ください。うちのね、デモカーもめちゃめちゃ早くしてもらったんで、そう、まただから早めにね、うん、走行会とかもね、また企画していきますので、またそういうのがね、企画できたら皆さんの方にお知らせしたいなと思います、はい、で、気になる価格の方発表していただけますか。まあ、ちょっと前回が安すぎちゃった、まあ、あれはどうしても仕方ないオープンの特別企画の車だったので、はい、特別なあの車よりは年式的な部分だとか距離も多いんですけど、これだけ綺麗な中古車で今回188万円え、安いよ188万円で車高調エアロ、うん、でこれだけの状態の車で、なおかつセーフティーセンスと全方位カメラ、大きなナビ付き、ないない、いや
すごいの作りましたね。はい、やっぱりイエローって黒とかパールって車って人気なんですけど、やっぱりイエローを選ばれる方ってすごいおしゃれ、いいと思います。いや、すごくいい機材なんじゃないでしょうか。はい、あ、またこれも取り合いになっちゃいそうですね。じゃあ本当に興味ある方はもう早めにご連絡いただければっていうことでしょうか。はい、もうぜひ見たらすぐに電話ください。じゃあお問い合わせ先はこちらに。はい、こちらまで。はい、詳しいねものは概要欄の方に載せておきますので、はい、そちらの方もチェックしてみてください。じゃあまた面白い車あったら取りに来させていただきたいと思います。はい、じゃあ次の動画もお楽しみに。